こんにちは、セクメトです。ご縁があって京都の街中を散策することになったんよ。京都の街並みは歩行者に優しくて歩きやすいわ。ところどころにどなたさんから溺れたとか記念碑になってて面白かったです。意外と緑がいっぱいでちょっと驚きました。風情があるわ。ちょっと邪魔やね。しだれ柳に言うかな。川べりを歩くだけでもなんか楽しいです。ウキウキするな。北海道は川に落ちたら大ダメージを受けるので、ごついガードレールあるんやけど、京都はそんなのないんやね。お、これこそ工事やね。完全に人間しか通れへん。くっちょ狭いわ。ほんまガードレールないんやね。ソラリアホテルさん、なんか広い通り。レストラン水郷さんやって、中華料理屋さんかな。さあ到着しました。ここが京都の鴨川やね。大きいわ。後で河川敷に降りてみよう。それにしてもいい景色やんね。31キロもあって、都の東と西の境目やったんだって。トリップアドバイザーの受け売りやけど、そしてあんまり川臭くないんやね。河川敷も歩きやすそう。ここから見えているのが三条大橋かな。次回は平安神宮を見てみるわ。ここまで見てくれてありがとう。次回もぜひ見てね。チャンネル登録もお願いいたします。